ランタオ島、ディスカバリーベイのもっとこっち側なんですね。ここは本当一般の街って感じです。いいなぁ、いい感じ。すごいなぁ、いいなぁ。あ、Thank you。今改装中か。こういう感じでも全然いいんだよね。ここ寺院？お寺？お寺だよなこれ。本日の一歩ラウンドですよ。ラウンドのメガネ。ぐん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 。はい、今日の一本です。勝った方がいいんですね。今ドーベルマンが2匹いました。お、これはすごいじゃないですか。竹だよ、竹。本日の一本ですね。これ私のメガネなんですけどね、これ超かっこいい竹林があったもんで、何回もこのメガネ撮ってるんですけど、ここに置いてみたらすごいしっくりくるんですよね。めちゃめちゃいいメガネのように見えます。まあいいメガネではあるんですけど、さらにいいね。この島超恵まれてるな。めちゃめちゃかっこいいんだけど、これこの竹林がビジネスとしては成り立たないのかな。住むのはいいかもな。セントラルのどっかにして、もし今のところ移動して住む場所がなくなったら、住むのはこっちにする。うん、落ち着くね。あれ？開いてるじゃん。1キロオールドビレッジパス。あっちか。すげえなあ。ピンポンバー。天井高っ。名物ジントニック。確かにうまい、うまい。ここのスペースいいな。ここいいですよね。チャーミングだよね。あの開けてるのもこうなんかねこうごちゃごちゃしてない。そう、なんか2階もあるだろ、これ。しかもそこがあれエスカレーター、それあないのか。ああ、あるか。ビートレベルの方に行くエスカレーターもあるし、でだって上回ってルーフトップもあったら、これかなりこじゃれてません？隣のあれで行くぞ。へえ、ここの通りかっこいいの。ちょっと雰囲気が違う。あ、本当だ、これ超かっこいい。えかっこいい。